楽しんでいます。そう、もう始まるぞこの2人の試合、ルーザーズセミファイナル始めていきましょう。お願いします。動物頂上決戦です。はい、あーっと危ない危ない危ない、さあ危ない危ない、これやっぱり、うん、あれですよね、コンボのおもちゃにしたいなーっていう、もうおもちゃにしたいけど、うん、まあもみくちゃにしてしまえばもう相手も焼き鳥よ。もみくちゃというか、なんか消し炭にするというか、もう焼きすぎたフェースって感じがするけど、炭火焼きしてんのこいつら焼き鳥は食べたくなくなってきた。さあ上京からクー、うわ怖い怖い怖い、ダブルアップ、これは上から救出したけど、うわ怖い怖い怖い、いやもう相手はもう1フレアバレねえから、もうやりたい方だよ。うわー、重っドンキーの2点、スタイダーの2点、来た下京強烈撃墜しないが、上から復帰様クジから、うわー、あ、これはない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 、もうダメージがね、重なりすぎて繋がらない、うん、え、こっからじゃあマイルドな影響の、え、なんかこれワンチャンの気あるんじゃないか、え、あるんじゃないか、おーおーい、ずんまー座って、思わせぶりなジャンプ様子見がこれね、パルコの撃墜手段がここにあると厳しくなるはずなんですけど、ね、空中手を座ってしきましたよ。わー、ラリックスはぐだることないっすね、今のとこ、ね、これは彼の強みかもしれない。3回空中手を取るから追い出して、上京から、うわー、おもちゃおもちゃ、空中しろ、軽いぞ軽いぞ軽いぞ、うわおーい、足裏見せていく俺の足裏の味を知れ。これは空中したから何も起こらない、これはまた、いやメテオが続く、上投げ、何も起こらない、ユースマッシュ構えている、これね、単発するか、単発、いやもう生当てうますぎる、まず単発ね、ダメージ止めた後の単発撃墜うまいですね、リクス選手、撃墜下ることなんてありえない、本当に、いや表のっくり難しい、空中上から上京、でかいでかいでかい、3回減っちゃった、あう、あう、痛い、これ掴み壊して下京から、うわ、反応することしきる、クーシャ2連が空中しろ、まだまだ周りのエチョコレきついな、空中したな、空中した、後ろ、やばいやばいやばい、崖が崖が上見てる、重い重いけど、さすがにやばい、お見事、お見それしました、やばいな、獣使いだな、ドンキーの扱い方知ってるわやっぱ自分が強いからこそ弱点も知ってますね、そう、猛獣使いだこれ、うん、これまでだな、一応どうするかな、もうこれであってラリックス側がさ、キャラクター変える理由ないじゃん、そうないね、いやもうただ1点変える理由がない、ただ1点撃墜で全てをなかったことにすることができるから、そうだね、そうパンチもあれば投げもあって足もある、足もある、全部あるやん、全部ある、うん、さあ2本目、ネクタイはないそう、ネクタイだけ使えないスマブラ、狭くなったね、狭くなった、もうやる気満々やん、そう殴り合う、でも殴り合うっていうのはファルコの方かもしれない、なるほど、どっちの箱にな、あ、合う合う、痛い痛い、すごく痛い、いや痛い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 、空中前からゴンミしてる、怖いな、空中で刺されました、いや下京置いてる、空中後ろ重なって助かる、来た京から空中後ろ、確定だ、あれ確定、確定ですよ、確定するの、下から拾ったらもう確定です、あ、痛え、いやーし、つながれ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 、ファイヤーボール、無料反撃がない、本来あれ反撃があって叱るべきなのに、なんで無料なの、空中したら、いやこれマイルドな一丁の勝ち筋どこである、もちろんこの先はこのパーセントよ、このパーセント、こういうことね、空中前暴れを通すと、判定でっか、いてダッシュから、いや上から受けることなきを得る、ラリックスのね決定的な一撃、いやバレたところファイヤー、自ら焼き鳥になっていくスタイルね、マイルドの H の攻撃本当に当たらないな、どうするんだろうこれ、てかもう展開が返ってこないから、フレームさんの暴力って感じがする、うん、おい、まだまだよ、じっとさ、いや痛い痛い、どうする、これは掴んで上から空中でしょ、空中から空中下をね、おい、掴んで、いやだめ、嘘、おお、これ当たれば、いやー逃した、これラリックス疲れたかもしれない、 N 暴れ、グーチューした、グーチュー前、あえてフレームの、ね、悪い技で、ね、強襲してきた、空中前から落としはない、どうする、うわー下京から、怖い怖い怖い、逃れた、うわ、どっちも怖い、どっちも怖い、逃れた、上京から空中で、ビジョンから耐えろ、刺された、うわーうわーうわーいけー、あるか、あるのか、
一撃おースマッシュいけ、バカなさすぎた。これはスマムラがゆえの弊害。スマムラという檻の中で猛獣を飼いならす。猛獣が猛獣飼ってる。猛獣鳥類のくせに猛獣呼ばわりなのは鳥類がだいぶ出世したな。猛獣が猛獣飼ってるよ。猛獣狩るためのファイターみたいなもんやからマジで。確かに猛獣系は得意としておりますキジ君。主力はパクパクだから。うん、さあパクパクジがタイムはまだ続くのか、それともドンキー粘るか。3本目始まります。ステージは滅ばすようですね、うん、ラインの攻め方はスマムラに似てる。いやいや、スマムラよりかは広いのと、うん、あのゴリランの上撃水ラインがドンキー、ここならスマムラよりもちょっと早いんで。こういうこと。早いんで。おおい、カバー効いてる。そもそも決まらないか。クチュー、おーワンゼロツーです。もはやあるあるとなりつつある。でもね、これまずは1本取らなければいけないマイルドの位置を出して、空中しろ当てて、空中しろ、空中しろ、かわしきるようにしゃがみつかってかわしたら、先端押し付けならファルコもさすがに後付け買えないですかね。ですね、ファルコのねフレームが強いのは密着ですからね。さあハンドスラップ、うわ地味に浮いたファルコミッションでかわしていく。空中しろ、空中ニュートラル、分かっている。スピニング上復帰、これは空中だから空中ニュートラル生還すればいい。戻れるか、戻ってる、いやー戻ってるけど戻れる、ナイス、安定出しに返してる。いやー嫌な、うん、嫌な展開でしたね。あれなんかずっとなぶられてた感がある。うん、でもね、見て見て、リードはまだマイルドの延長だよ。リードはまだ、リードは、リードは、リードは、リードって何、リードって何、リードって何、おお間違いないよ、怖いよ。おい無防備、みんな見て、みんな見て、リードがある、リードがある。さあ掴んで抜けて、おお判定出し、これあの崖つかまるだけじゃないスピニングコング、うまいですね。マイルドの一応これはまだ、いやいやだ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 、掴んで上から空中へ、空中へ、つながるつながる、 52% よし、タックした場合をかわす。ダイアントコール、まだある、どちらもある、どっちも全然わかる。ストレートか、それともリバース性の幕開きか、どちらになる、どちらになる。下局からこう投げて、うわぁぁこれね、もうマイルドの H.O. がこっから勝ったら、うん、会場全体でドラミングやろう。もう俺もみんなでピップドンキーで遊ぼう、うん、ドラミングしながらドンキーで遊ぼう、ドンキーで遊ぼう、今日帰ってみんなスマブラしよう、爽快ドンキービップやろう。ああ、うん、上投げ空上で撃墜し、上投げ空上で撃墜しまくるやつやろう。多分俺らがやったら相手が爽快になるから終点になってた、終点になってたっすよ、ね、いやーこれね、ファルコ側も台を撃墜し、台がなくなるけど逆にドンキー側も台がなくなって、ドンキー側の着手が悲惨なことになると思う。でも切らなかった。まあでもリフコン通じたってことはそれでもマイホはまだ終点に勝ち筋があると、うん、そしてカラーも変わった、おい見覚えがある、うん、友の思いを継ぐ始まったぞ4本目、うん、いやなんか嫌な予感がするぜよ、嫌な予感がするぜよ空中攻撃上がりから、福岡生まれの福岡育ちが使いっぱしの土佐弁を空中しろ。これでも横の差し合いは正直リーチ長いからね、どっちがいけるかはまだ分かんない、うん、かある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 、高い。でもこうなると悲惨、おお覚え、悲惨にならなかった、空中下まで偉い、外を出すから、うまい、着地隙がでかすぎる確かにこれは、いや怖い怖い怖い、上から来る、空中しろ決まらない、一円コスばし、いやもういい、空中しろ、まだ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 、これどうなる、どうなる、戻ってくる、これは崖を捨てました、マリナ一応空中しろ、まれ、うえスマッシュ、でかさを知り尽くしてる、し空中へ撃墜しない、いや撃墜欲しい、おおー若いし少しその若い人たち、すごいすごいすごい、ようかわした、いや攻撃力かわしから上投げからの空中へ、空中へ繋がる繋がる繋がる、またまた繋がる、どこまで繋がる、繋がって広がって、そして撃墜、戻す荒い、
これ 95% 体力差はあります。ただ体力差の前に触れるかどうか、触れるかどうか、触れるかどうか、自分のターンが返ってくるかどうか、俺のターン来るか、90しろ、おハンドスロップからダッシュは決まらない、いい外変更、素晴らしい、ファルコビジョン、ファルコビジョン、これは怖い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 、さあ外に出した、下今日置いている、いや、さあダッシュ上に飛ばした、上に飛ばした、わあかわしてましたね、お見事だ、これでもうジャンプがない、ジャンプがない、ああやっぱ重い、まだ残るけど、でもこれアーマーがなくなった、うわ見られている、お見事だ、与え続けたストレスが 74%、 うわおあるぞあるぞ、うわガケガイ勝つのを見出した、ゴリラはゴリラは空を飛ぶ、ゴリラが空を飛んでいる、危ない、うっけうますぎさあこれは上クロスされから上、空中で空中で、危ない危ない、ハンドスラップ空中上、ダメージ差がマイルドな一応に傾く、ダッシュ貸し切って上強から空中上、空中上、空中前まで決まる、70対60、掴んで上だけ空中に取られる、どうする上の空中、ダメージ差ほぼほぼの状況、体力差はマイルドな一応、そして空中前背負い投げそんなどんな激水たくだよありえねえ嘘猛獣一本背負いところがどっこいこれが現実なんでだよあれしかも激痛やっぱね、ラリックス無理だったね、打ち抜き無理だったか、無理無理だね、でも無理だったね、さすがに無理だ、誰がそこからさあ始まる最後ピンフゴールデンまた新しいものめっめっちゃブリーチつけたやろお前両方とも黒髪です。さあ上投げからの空中へ、うわですね、こういう空中前とかのフレームの悪い暴れに対してファルコがどう差し込んでいくかですね、これは空中上から空中下、空中戻れる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 、ラリックスがいたらもう戻れないよ、スピニングコンクね、上側がらきです、上側がらきのあるところファリックスもくっついた、空中へ空中へ空中へ、痛い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 、さあこれマイルドエッジちょっときついな、展開が向かない、しかしラリックスはねもうこれ容赦なく決めに行く下から続く下からつく、ツン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 、特に決めに行く決めに行く、これは空中下かわす、空中下置いて、大ジャン見てる、これはいやー危ない、攻撃上がりの勇気、空中上から空中ニュートル前をかわす、安定した見、見られている、見られている、これは上空中で挟むから何も起こらない、うなぎからの空中で変更いけど、もう一回ミストクサついた、ミストクサついた、やばい、ラリックスがここまでのシナリオ全て完結、ビリングコング、いや外下ずらし間に合わない、これ外下ずらすると抜けれる可能性があると、うん、けどもうもういやいや、マイルド、オリクーフェア高すぎるよ、マイルド、お前も戻れるか、はい、お前戻れるか、戻れる、おー巻き返すか、空中しろ、空中前ジャンプ読み、いや怖い怖い怖い、まずは台降りたい、うん、台降りたい、空中前、どっから激戦してんなよ、あるよ、あります、これはあります、あるよ、両方ともあります、上京から空中した、もう一回だ、危ない危ない、上京から突っかけたー、いけー決め切ったー。